スイールトはトルコ南東部の都市でスイールト県の県とアラビア語ではシギルド、クルド語ではセルト、アルメニア語ではスヘールドと呼ばれる。中心地区ではクルド人、トルコ人、アラブ人が共存している。2009年国勢調査時点の人口は12万9188人。国内でも貧しい都市の一つだが近年では郊外に近代的な住宅、 商店、銀行やホテルが立ち始め、スイールとも観光価値を増している。トルコ国内では、手作りのブランケットで知られ、観光客の多くはプレゼントとして、ブランケットを携えてキロにつく。かつては、自利関係により、伝統的なキリムが作られていたが、官民合同の取り組みの結果1996年に、再び生産が始まり、現在でも沈徴されている。また、 ブッツムという石鹸も名物とされる。その他、食文化と温泉が豊か。アイルンダール地区の中心部に築かれたマドラサは有名で、ペルバリ地区は豊かな植生から養蜂が盛んである。町のランドマークは、セルジューク町のスルタン、マフムード2世によって1129年に築かれた大モスクである。1965年に修復された。 レジェップ・タイープ・エルドアン首相の選挙区で2003年の大国民議会選挙でも再選された。妻のエミーネ・エルドアンはスイエルトの出身である。イスラム教が浸透する以前、この地はサイルドと呼ばれ東方正教会により教会政治が行われていた。スイエルトの主教図書館でパリのシリア語聖書として知られる彩色写本が発見されたことから、 スイールトのクリスチャンはシリア語で礼拝を捧げていたことがわかる。シリア語とはアラビア語に関連した典礼上の言語で、現在でもカルデア人の儀式やインドの東方正教会信者、シルクロードを通り、中国にまで達したネストリウス派の間で用いられる。スイールトで保管されているネストリウス派キリスト教徒についての作者不明の歴史書、シールト年代記には、 7世紀中頃までのペルシャ一帯におけるキリスト教師が綴られている。1858年から1915年にかけてはカルデアカトリック教会の司教区が置かれた。ジョージ・グリーゴー、レ・プリン・サポラス・コラクテリスティック・デール、アラベ・パール・アシュト。ありがとうございます。